どうもキャンプリンクチャンネルの小林です。このチャンネルはキャンプに興味がある方におすすめな情報を配信しているキャンプリンクの公式チャンネルです。動画を見てためになったなと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さて今回はキャンプの収納ボックスについて紹介をしていきます。キャンプを始めて道具をたくさん買い込んで物が今溢れちゃってるよっていう方いらっしゃると思うんですよね。最初にぶつかる壁だと思いますので今回はおすすめのキャンプボックスを3つ紹介します。金額別また収納例もですねお見せいたしますのでぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。1つ目に紹介するのがトランクカーゴです。サイズは20、30、50、50の浅型そして70の5種類があります。カラーは黒とグレーカーキの3種類があります。で企業ごとに限定カラーも出てますので自分のスタイルに合わせたカラー選択ができるのも特徴です。キャンプリンクではこの30と50、50の浅型、70の黒とカーキのカラーを販売しております。トランクカーゴのおすすめな点を3つ紹介します。まず1つ目は頑丈さですね。耐荷重は100キロありますので椅子代わりにもなりますし上に重いものここに、物を詰めてこのように積載しても壊れることはありません。さらにですね、天板が平らになってますのでテーブル代わりにもお使いいただけます。2つ目はスタッキングができるというところですね。重いものが乗せられますし天板がこのように平らに加えてさらにですねこの端に山があります。そのためこのように重ねても荷崩れしにくい作りになっております。しかもこのようにサイズ違いのものも重ねられて50には20が2つ70には20と30が乗せられるためサイズ違いでも重ねられてスタッキングできるっていうのは嬉しい点ですね。3つ目はベルト止め用の溝があることです。車載とかあと車のルーフに積載した場合に揺れて落ちてしまったりとか倒れたりするっていうのを防止します。車に積んだ時に隙間のある積載をすると倒れてそれが物が壊れてしまうっていうのにつながってしまうのでこのように固定できるっていうのは重要なところですね。また金額も3500円ぐらいのものから一番大きいものでも5000円程度で購入できるので道具を買いすぎてしまって収納にお金回せないよっていう方でもトランクカーゴをお使いいただきやすいと思います。では次に収納の例をお見せします。今回は50のサイズを使って実際に収納してみましょう。これちょっと色は違うんですけど僕が実際に使っている収納例を持ってきました。実はですねこの50のトランクカーゴのものには50センチ程度のですね薪ストーブがしっかりと収納できます。僕が使ってるのはワークタフの350なんですけれども本体と薪バサミ延長煙突が2本、これ付属のよりちょっと長い50センチのやつなんですけれどもこれが入ります。煙突ガードとかまではちょっと入らないんですけれども今のここまでだったら入ります。炭で汚れるものだけでも収納できるのでこれとても重宝してますね。じゃあちょっと実際に収めてみます。まず薪ストーブの本体を入れてここにちょっと隙間があるのでトングも50センチぐらいの40センチぐらいの長さのものを使ってます。この端に煙突を1本入れてもう1本煙突を入れて蓋をしてもらえればこれで炭で汚れてしまう薪ストーブも全て収納ができるというような作りになってます。他にもですねこのオレゴニアンキャンパーのマルチケースがちょうど3つ収まるサイズにもなっています。ランタンとか割れ物入れるときは仕切りにもなっていいですよね。あとですね寝具だけでパッキングっていうこともできます。このロックターミガンのコットと南画のシュラフ枕ですね、まあ、2人分の寝具のパッキングとして収納することもできますので一度それやってみたいと思います。このように枕、寝袋、コットが2つっていう風で収納ができるので2人分の収納パッキング、寝具の収納のパッキングはもうこれで十分ですね。これで2
蓋をして持って行ってもらえれば汚れることもないので、これはとてもいいパッキング例なんじゃないかなと思います。そしてこの収録するためにいろいろ合わせてみたんですけど、ヘリノックスと相性がいいみたいなんですよね。このテーブルを2つと、あとチェア1 2つの組み合わせとか、この50の浅い方の S 型にとてもしっかり入ります。それもちょっとお見せします。こんな風に収まります。そしてここまだ余裕がありますよね。例えばヘリノックスでいうとチェアのサイドにつけるストレージですとか、あとボールみたいな足につけるキャップありますよね。ああいったものを入れてもらうっていうのも全然いいと思います。ヘリノックスの道具を多く持っている方はぜひですね、このトランクカーゴ収納ボックスに選んでみてはいかがでしょうか。2つ目に紹介するのはスノーピークのシェルフコンテナです。サイズは25型と50型があって、シルバーで無機質なこの見た目が人気を集めています。この持ち手の部分にロックがあって、外すことで展開できるようになって、このように重ねるとここから物が取れる、楽のようにで使えるのが特徴的です。積み重ねられるのは25も50の方もマックスで3段までになっております。シェルフコンテナにはスノーピークのギアコンテナが収まりがいいように作られていますので、小物の仕切りにはそちらがおすすめです。他にもオレゴニアンのソフトコンテナや、いろんな家具屋さんとか100円均一とかで売られているメッシュボックスなどを組み合わせて仕切りにして使っている方も多いそうです。ただ僕個人の意見なんですけれども、コンテナのまま積み上げて使用するよりもこうやって広げて使用する方が使い勝手いいと思うんですよね。ここでおすすめなこの中の仕切りのボックスがあります。それがこちらですね。またヘリノックスなんですけれども、ヘリノックスのサイドストレージの S サイズ、こちらがこのラック使いするときに非常に分けやすいんじゃないかなと思ってます。他にも持ち運びの時にはサイドストレージ入れたまんまにしておくんです、置いたとして、これを取り出して焚き火の横とかに置けば薪ラックとか焚き火の小物の収納としてもお使いいただくことができます。コンテナでこのように重ねているだけではもったいない気が僕はするので、さっきみたいに広げて使うのがおすすめだと思ってます。他にもオプション品でカスタムできるのも人気の点の一つです。キャンプリンクではシェルフコンテナのオプション品としてクリダスさんのテーブルサイドに引っ掛けるこのサイドバーですとか、あとこのスライドするテーブルですねとかですね、あとこの横につけれるこの台ですとか、あとシェルフコンテナのこの下がですキャスターがついて動かせれるようになっているものとかですね、結構面白いものたくさんあるんですよね。ぜひこれも店頭で展示出てますので、お店近い方はですね店頭でご確認いただければと思います。収納力が高いのはもちろん、自分好みにカスタムがこうやってできるのも魅力の一つですよね。価格は25が 14,520 円、50が 18,480 円とちょっと高額なんですけれども、収納だけじゃなくてこういったカスタムパーツとかでカスタマイズしてもらうと、お気に入りのギアに仲間入りすること間違いなしの収納ボックスですので、ぜひ店頭でご確認ください。3つ目に紹介しますのはデルタ MT エクストリーム X 30アルミコンテナです。カラーは今これ写ってるの黒なんですけれども、シルバー、カーキ、ブラックの3色、サイズは30リットルと46リットル、82リットルの3サイズあります。通常はシルバーとカーキカラーなんですが、限定カラーとしてこのブラックが販売されています。キャンプリンクではこの限定カラーのブラックのみを取り扱っております。大容量でさらにですね、見た目のかっこよさ、武骨さっていうのが特徴的で、さまざまなレイアウトに合わせやすいと思います。46リットルと82リットルのものに関してはこのようにですね、積み重ねて使うこともできるので、積載の時とかでもですね揺れて落ちたりとかしづらくて買いやすいと思います。
で僕もですねこのデルタではないんですけれどもサイズが30リットルのもの同じアルミコンテナを使ってますので実際にそれをお見せしたいと思います。こちらが僕が使ってるアルミコンテナですね。まあ、これに関してはサイズは30リットルと同じなんですけれどもちょっとネットで買っちゃったので、まあ、こういったものを使っております。でこのアルミコンテナのいいところとしてはこのようにですねステッカーをたくさん貼ってよく旅行カバンとかでありますよね行った場所のステッカー貼ってみたいなああいった感じで自分の本当に好きなこう雰囲気を出せるっていうのも魅力の一つかなと思ってます。まあ、結構僕貼っちゃってるんですけれどもそして中見てもらうと僕の場合はですねこのようにこれランタンが入っていたりとかこっちは、まあ、結構いろいろ雑多に入れちゃってますね。火付けグッズとかキッチンペーパーホルダーエプロンなど、まあ、ちょっと雑多に入れてますっていう収納をしたりですとかそしてもう片方のコンテナは結構しっかりと入れていて調理グッズでまとめています。僕はティファールの鍋使ってるのでティファールのフライパンと鍋とあとガス缶と調理に使う時のバットトレイですね。こちらはですねガスバーナー新富士外のグリッド使ってます。これを取り出して蓋をして2バーナーを置いて使ったりとか、まあ、ちょっと火扱うんで個人的な使い方っていうところで思ってもらうといいんですけれどもこう使ったりとかあとこのまま出して中に鍋とか入れたまんま使えるので使い勝手がとてもいいと個人的には重宝しています。見た目もおしゃれに収納できますし実用性も高いアルミコンテナです。価格は30リットルのものがだいたい2万円ほどするのでちょっとシェルフコンテナよりもさらに高くなってしまうんですけれどもおしゃれさっていうところでは間違いないのでこの動画を見て気になった方はぜひ使ってみてください。はい、ということで今回は収納ボックスについてお話をしてきましたがいかがでしたでしょうか。運搬中に荷崩れをしてギアが壊れてしまったっていうようなことを防ぐためにも収納ボックスは非常に大事なアイテムになります。他にもサイトのレイアウトをきれいにして動線を確保して使いやすくなったりとかあとカスタムするっていう楽しみもたくさんありますのでぜひ自分に合った収納ボックスを探してみてください。このチャンネルでは他にもキャンプに関する情報を配信しておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。アウトドア専門店キャンプリンク店舗の詳しい情報は概要欄から。また毎週動画を更新しています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。